秋篠宮ご夫妻の長女眞子さまがハンガリーを訪れるため羽田空港を出発されました。首都ブダペストで秋篠宮さまと合流される予定です。眞子さまは午前1時前、羽田空港から民間機で出発されました。ドイツ・フランクフルトを経由してハンガリーのブダペストに入られます。眞子さまは総裁を務める日本工芸会の公務が昨日入っていたため出発の日程をずらし、秋篠宮さまとは現地で合流されます。旅行は私的なもので、博物館や家畜の飼育場などを見て回られる予定です。お二人で外国を訪れるのは今回が3度目で、これまでマダガスカルやラオスを訪問されています。来月に予定されている眞子さまの婚約内定発表の前では最後の親子での旅行になるとみられます。